神武は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では161番目に置かれる。神事は12詩の第5位であり、実感との組み合わせた60漢詩で日を記録し、漢大以後では年も記述した。単独では方位や月、時刻を記述し、方位は東方弁南、月は旧暦3月。 時刻は午前7時から9時の間を表した。その時間帯から引き延ばして、朝を意味し、明日に通じる。また十二神、十二時達というように十二死体系の、総称として使われ、主来習慣、伊方書十日の号、十有二神の号の提言中に、未知とは、甲から水のとを言い、神とは、子から、今でお言うとある。ここから引き延ばして、日時の総称、 時の意味にも使われる。また、星を意味することがあり、星では、北心で北極星、二十八宿では心宿を意味し、精神で、星星の総称、三達で、太陽、月星の総称としても使われる。また、天文歴学においては、一日における太陽と月の交点を意味する。その次元については、説問会時では、 音苗説から3月に陽気が動き始めて、雷が振動し、民が農作業を始める時期であり、芽が出る、オツと変化の、サジ、小腑の、カーンで構成される、形成文字とする。しかしながら、甲骨文を見ると、三角状のものから、丸と長く伸びる毛のようなもので描かれており、貝殻を開いて、足を出した二枚以外にかたどる、小形文字であり、 真の本字と考えられている。辰が、農作業と関わる意味が生じたのは貝殻を農具に用いたことからとも、魔性石器の形が貝に似ることからとも考えられる。変貌の糸としては、農作業に関することを示す。また、勝負としては、真といった音を表す。真部は、蒸気のような糸を、構成要素とする漢字を収め、また、 真の形をひっかくに持つ漢字を収める。立つ。ありがとうございます。